ウクライナ・ロシア本土を最大規模で攻撃国境越え10から15キロ進撃ウクライナとロシアがロシア本土で2022年2月の開戦以降最大規模の地上戦をしているウクライナ軍は6日午前5時30分から戦車や装甲車など陸軍の兵力を動員し国境地域のロシア西南部クルスク州方面を攻撃している ロシア軍は最大1000人のウクライナ軍が攻撃し、少なくともウクライナ軍100人が死亡、215人が負傷し、戦車7両を含む54両のウクライナ軍の装備に損失が発生したと主張した。ウクライナは公式立場を明らかにしていない。ロシア独立メディアのシレナは、11か所の村がウクライナ軍の支中に渡ったという未確認情報があると伝えた。 ロシアの有名軍事ブロガーはウクライナを経由して欧州に輸出される天然ガスパイプライン施設もウクライナ軍に占拠されたと主張したウクライナ軍とロシア軍の戦闘が続きウクライナ軍がすでに国境から10から15キロ進撃したという報道もあるロシア軍も当初はウクライナ軍の攻撃を撃退したと伝えていたが ロシア軍の火力がやや被害を受けたと訂正したという CNN はビデオ映像ではウクライナが標的になった村に侵入したかどうかは確実ではないとし村が砲撃を受けたことは映像で確認されると伝えた米ホワイトハウスのジャンピエール報道官は7日ウクライナ軍の進撃を事前に把握していたのかという質問に知らなかったとし報道を見た ウクライナ軍の目標についてさらに把握するためウクライナと接触すると答えた米国はウクライナ戦争の拡大を防ぐため米軍の武器を利用したウクライナ軍のロシア本土攻撃を認めていないが最近は制限的な条件でこれを許容したトランプ前大統領が再選に成功すれば軍事支援を受けるのが難しくなると予想したウクライナが 米国をを抜いいいたた独自の決定で作戦を進めたという見方が出ている。ロシアのプーチン大統領は7日政府会議を開きウクライナが民間の建物ビル救急車などに向けてミサイルを含む多様な種類の武器で無差別的に攻撃したとし大規模な挑発と非難したプーチン大統領の最側近 メドベージェフ国家安全保障会議副議長は8日テレグラムを通じてウクライナの首都キーウに向けた進撃を主張した中東地域の情勢も爆発直前の緊張感が続いているイスラエル軍のハレビ参謀総長は7日ハマスの新しい最高政治指導者に選出されたシンワル氏に向けてハマスがもう一度 政治局の主張を交代すするるよう努力すると述べたイランはこの日に開かれたイスラム協力機構 OIC 緊急会議で国連安全保障理事会がイスラエル政権の侵略行為に適切に対応しなければイランは合法的な防御権を行使するしかないと国連に委ねるなどやや融和的な態度を見せたがレバノンの新イラン武装勢力ヒズボラが イランとは別にイスラエルを攻撃する可能性があるという見方が出ている米国はウクライナと中東の事態をともに沈静化することを望んでいるが11月の大統領選挙を控えた状況であり米国の影響力が十分に発揮されないという分析が出ている今日ついた形の奇襲は補給の問題もなく初戦はうまくいく士気も上がる 侵攻が深くなるにつれて補給に深刻な問題が出てくる引き際が寛容ロシア本土に攻め込んじゃいけないルールなんて理不尽なハンデでしかないアメリカは戦争拡大防止に理由をつけているが単に核が自分に飛んでこないためだしとはいえ、とはいえだアメリカがウクライナへの支援を渋る十分な理由になるし大統領がトランプになればなおのことだ。 ロシアは兵力を防衛に割かなければならないが一時的な兵力の再編移送に追われるだけで引き際を誤ると投入した全兵力を敵国本土で包囲される形で失う可能性すらあるウクライナ側のほうがリターンが少なくリスクが大きいさらにこれでプーチンは特別軍事作戦ではなく堂々と戦争ができるようになる。これには、 安易にはやらないだろうが核攻撃を含むウクライナ軍がクルスク州へ侵入した部隊の出発点であるスームイ州の隣のハリキウ州では逆にロシア軍が国境の内側に侵攻しておりクルスクイコールベルゴロドが侵攻しているロシア軍の補給路に当たるためこのウクライナの攻撃は単にロシア領内を拡乱するというのではなく1 ハルキウの前面にいるロシア軍を徹底的に追いやること、または包囲することに、クルスク州を長期間占領して、ハルキウ州への侵攻を妨害するとともに、和平交渉になった場合の交換材料とすることの2点が考えられるロシア軍との契約一時金を倍以上に、ウクライナ侵攻を長期化。 ウクライナ侵攻が長期化する中ロシアのプーチン大統領は31日来月から軍との契約一時金を倍以上に増やしおよそ70万円を支払うとする大統領令に署名しました各地域が独自に一時金を増額する動きも相次いでいますロシアメディアによりますと今回の大統領令により来月以降ウクライナでの軍事作戦に従事するために ロシア軍と契約した場合、一時金として40万ルーブル、およそ70万円が支払われるということです。現在の一時金から倍以上に増やした形です。これとは別に、各地域が独自に支給する一時金も引き上げの動きが相次いでいて、首都モスクワは今月、190万ルーブル、およそ330万円の支給を発表していました。 ウクライナ侵攻が長期化する中ロシア軍は犠牲をいとわない攻撃を続けていて兵力の確保が課題となっています今年だけで19万人が契約軍人として入隊したということですが好条件を提示してさらに兵力増強を図る狙いがあるとみられますプーチン大統領は31日来月から軍との契約一時金を倍以上に増やし およそ70万円を支払うとする大統領令に署名しました。各地域が独自に一時金を増額する動きも相次いでいます。ロシアメディアによりますと、今回の大統領令により、来月以降、ウクライナでの軍事作戦に従事するためにロシア軍と契約した場合、一時金として40万ルーブル、およそ70万円が支払われるということです。 現在の一時金から倍以上に増やした形ですこれとは別に各地域が独自に支給する一時金も引き上げの動きが相次いでいて首都モスクワは今月190万ルーブルおよそ330万円の支給を発表していましたウクライナ侵攻が長期化する中ロシア軍は犠牲を厭いとわない攻撃を続けていて兵力の確保が課題となっています 今年だけで十九万人が契約軍人として入隊したということですが好条件を提示してさらに兵力増強を図る狙いがあるとみられますドイツ政府兵器メーカーに出資も防衛産業強化の一環ドイツ市ドイツ政府が戦略的意義がある場合に兵器メーカーや防衛事業に出資できるようにするための草案を 経済省と国防省がまとめたとドイツ紙ハンデルスプラットが8日報じたロシアのウクライナ侵攻を受けて欧州は防衛力強化に動いておりドイツも防衛産業強化の新戦略を策定している出資に関する案はその一環だという経済省の報道官は最終決定はまだだと述べた政府が戦略的な重要性を認めた企業や プロジェクトに出資することはすでに原則可能だが、今回の案が承認されれば、より頻繁に行われるようになる可能性がある。LSEG のデータによると、政府はすでにドイツの防衛用電子機器メーカーヘンソルトに25%出資している。ロシアが行っているウクライナ侵略戦争で、戦車や歩兵戦闘車がウクライナ軍の小型ドローンによって 次々と撃破されていく様子の動画が YouTube にたくさんアップされているシャベリンなどのトップアタック兵器や小型ドローンなど強力だったはずの主力兵器の弱点を突く安価な兵器の台頭に兵器の概念は大きく変わろうとしているようだ大量のドローンなどによる飽和攻撃を受ければ原油の兵器ではなすすべがないのが現実となっている。 防衛省も急速に対応策を講じて変革を行い国民の命と安全を守るように努めていただきたい。